本当はこんなこと言いたくないよライオン。キュータン動画。今日は現場にいるあざといオタクをここで吊るし上げたいと思います。やめてやめて、吊るし上げるのはプレイ。現場によくいるあざといオタクいるよな。悔しい、あざとくなりて。アイドルが目の前通った時わざとうちわ落とす、そんなやつおる？え、マジ？客降りとかで降りてきてくれた時にあーって落として、しっかり持ってるあざやにあーって落として、あーあーあー自分のお伝えちゃおう推しに落とすことによって持ってもらっちゃって、あざといですね。全部見てるよ、周りのオタクは全部見てるよってことでしょ。いるんだね、その中。学校で好きな子の近くでプリント落とすみたいな、移動教室で筆箱持ってる時にあーって落とすみたいなの、推しに対してもやれるんだね。そんな世界あったんだ。でもそんなんさ、やったもん勝ちだよね。別に犯罪ではないもんね。くさぁ、腹立つわ。しかもアイドル側はそれがあざといってことに気づいてないんだよ。だってそれはそうだよ。その瞬間しかそこ通らないで落としちゃったら落としちゃったんだなって思うもん。違うんだよ。分かってくれよ。あいつは、真の悪魔だ。言い過ぎです。言い過ぎです。推しが来た時に子供を差し出す。かっこ、子供めっちゃ泣いとる。やめてあげて。泣いてるなら、せめて笑ってて。泣いてるならすぐにやめてあげてください、お母さん。それはもう、もうダメです。泣いてたら。泣いてんのに差し出された。推しも困っちゃう。ああ、泣いてる、泣いてる。泣かない。お母さんやめてあげてください。泣いちゃってたらそれはダメなのよ。いや、わかりますよ。ちびっこもファンで来てる子もいたり、本当にアーティスト、アイドルの人が好きで来てるちびっこがいっぱいいます。それはもちろんいます。もちろんいるんです。それとかちょっと好きくらい。お父さんがお母さんがファンで、自分も好きで、ちょっと好きくらいでもついてきて、で、一緒にライブ楽しむ。素晴らしいことです。ほんと、まれにね、その、なんて言うんでしょう。チート的な。なんかね、勘違いして、こう、お助けアイテムじゃないですけど、なんか、目立ちますから、ちびっこっていうのは。レッスンももらいやすいです。構われやすいです。それをいいことに、なんか、チートしてる、やついないか？いないか？よくないです。この子のパターンはもう完全にそうです。だって泣いちゃってんだもん、子供。嫌なんだもん。うわぁ、ブッブー。ちびっこを、お助けアイテムとして使うの。ダメ。絶対。私、オキラだからなっていう、オキラではない子さんのオタク。いますよね、その、なんて言うんでしょう。なんか自分オキラなんだよね。オキラだからさ、うちは、みたいな感じで見せてるマウントね。これいます。オキラなの認知されて、ゆえに、オキラの方に入れられちゃってるんだよね。っていう周りへのマウント。あんたらはおきにおきらに分けられるところまでも行けてないよね、うちおきらなんだよねってことなんですよ。で、言うてその人もおきらじゃないんですよ、そいつも。結果誰もおきらじゃない。あ、多分言いたい人いると思う、あのアイドルの人とか。あ、ちょちょちょ、ごめんなさいごめんなさい、大丈夫です、別におきらじゃないです、おきらでもおきにでもないです。ああいう時さ、ああいうオタクいるとさ、マジ確認したよね、アイドルの人で。ねえ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 、今このオタクがね、自分のことおきらだって言ってるんだけど、どうですか、おきらですか、おきらじゃないですね、おきにですか、おきにでもないですね、認知はなんか顔が見たことある程度ですよね、うん、大丈夫っぽいよ、勘違いだって、おきらじゃないです。教えてあげたい、教えてあげたいです。自分だけの呼び方を作っていかにも仲いいアピールするオタク、推しに対して。いや、なんかさ、好きな人のことってさ、自分だけの呼び方で呼びたくなっちゃう気持ちは、ガーごめんなさい。なんかわからなくもないんだよな、推しじゃなくてもですよ。ちょっとさ、好きな人とかできたりさ、それこそさ、アイドルの推しじゃなくて身近な推しとか、クラスにだとか会社に推しがいるとか、推しピ好きピいるってなるとさ、自分だけの頭で呼びたくなる癖僕もある。え、ないのみんな、え、ないの。ちょっと待って、なんか僕あざといやつこの野郎みたいに言おうとしてたけど、そっちなんかな、もはや僕がそっち側なんかな。方言、ああ、どうなんだろうね。でも生まれ持ってのお助けアイテムでもあるじゃん。でさ、そりゃさ、それはでもお助けアイテムだから武器にはしていいよね。だってさ、僕ないのよ、千葉だから方言とかが。方言とか聞くとさ、
いいなって思うもん、やっぱりなんか素敵だなって。だから僕もね、方言はね、お助けアイテムとしてこの人生に欲しかった。なんか困ったことがあった時とかに自然とかなわへんわとか言いたかったもん。でも出ないんだもん、方言ないから。千葉にとっさに自然と東京に出てきて仕事してる中で出たかった方言が、なんかもう勘してみたいな。いつ使うの？わかんないけど。もう勘にしたてくなはれみたいなのを自然に出せるようなお助けアイテム欲しかったから、それはね、まあ、確かにもしかしたらあざといって思っちゃう人もいるし、それが本当にあざとい人もいれば、あざとくない人もいると思うんだけど、まああざとい人もいるよ。わざと残してる人もいるけど、あれはお助けアイテムとしても使う。自分に備わってたらまあ使うよね。すぐ泣く。終演後、何々のところで泣いちゃったって言ってる。それはいいやね。感情は自由じゃない。それ、嫌いなオタクがやってたら腹立つけどね。嫌いなオタクがやってたら腹立つけど、感情の喜怒哀楽は自由なんですよ。でも、どこで泣いちゃったっていう報告は、まあ、しなくてもいい。まあ、でも、しちゃうんだよね。確かに、しなくてもいいよねっていうくらい毎回報告してくるやつはいるよね。別に聞いてないけど、お前がどこで泣いたかとか興味ないしっていう。でもそういう報告されると、あーそうなんだ、わかるわかるって言ってあげなきゃいけないじゃん、こっちも。あんまりその存在に扱えないというか、まあ一旦聞いてやるかみたいな。設楽さんは図に乗るやん。図に乗ってもっと他にも、ここではこういう感情になって、ここでまたちょっと涙が出ちゃって、ここでは我慢したとか知らんしっていう。お前が涙出そうになって我慢したとか知らんし、今日のライブが良かったそれだけでいいんや、ここで泣いてしまった、ここで泣きそうになったのを我慢した、知らんし興味ないし、報告してくんだってことなんですよね。ただ自分が泣いちゃったらどこで泣いたか報告しちゃいます。ごめんなーよー。完全に末吉そっちや。みんなあだ名とか呼び捨てで叫んでる中、名字にさん付けで言う人で、僕で言うとケダーケちゃーんとか言ってる中、一人だけ末吉さん、末吉さん、末吉さん、近所の奥さんや。末吉さん、みんなが、キャダー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 、末吉さん、末吉さん、ちょっと末吉さん、ちょっと駅前のスーパータイムセールですって。いるか。いや、なんていうの、SNS 上とか、お手紙とかで、名字にさん付けの人いるんですけど、現場で、名字にさん呼びっているか。近所感でない、近所の奥様感でない。末吉さん、末吉さん、末吉さん、ちょっとねえ、角のうちの奥さん熱出たんですってねえ、インフルかしらね。予防接種は打てたらしいのよ。けどね、そこでも結構顔出せるのは強いよね。いや、いいですね。あざといですね。でもやっぱ、あっちからしてもプンって入ってくるしね。やっぱ、普通にみんなが叫んでる名前の中、名字でさん付けって言ったら、何ってなるからね。あざといですね。みんなすごいかっこいいな。デカリボン。まあお尻見つけてもらいやすいしね。まあその後ろに迷惑になっちゃうような場所につけるデカリボンはさ、ダメじゃないですか。そのここにじゃもうバコーンってなったらさ、後ろが何も見えないからさ、それはダメだけどさ、なんかね、迷惑にならないつけ方のデカリボンだったらまあいいですよね。その本当に周りに迷惑にならないデカリボン。系譜がありますから、その辻のぞみさん、高橋みなみさんっていうそのデカリボンの系譜がありますから、もしかしたらそれを引き継ぐ跡取りなのかもしれないしね。跡取りって何途中入場で目立とうとするやつ、これさ、わざとのやついるの？だとしたらクソあざといし、それは作戦大成功。目立つんよ、目立つ。で、しかもさ、僕さ、もうこれ子供の時にさ、僕衝撃受けたんだけどさ、現場行ってさ、アリーナね、アリーナでさ、ここがメインステージで、こっちもアリーナね、ここスタンドってなってる時さ、ここにステージがもうグワーってなってるのよくあるじゃないですか。それでさ、開演前はここら辺がちょうど下に下がってて通行できるようになってんだけど、本番始まると上に上がっちゃって、もう中にアリーナのお宅は詰め込み式みたいな。で、なんかここ使わない時にまた通れるようにして、だから入場を最初阻止するみたいな。もうはい、もう開演しちゃうんで一回止めますで入場できなくしちゃって、もうここ使うみたいな、あるじゃないですか。オタク檻に入れちゃうみたいな。だここがだからその使わない時にまた出入りができるみたいな。あれ見た時多分衝撃受けたもんね。あ、そういうのもありなんだっていう。そう、第一回僕がすごかったのが、今でも鮮明に覚えてるのが、小中学生の時、小学生かな、母と
あの推しのコンサートに僕がね行ったんです。連れてってもらって、その時にライブ中に、まあ、お手洗いに行きたくなっちゃって、代々木第一体育館だったと思うんだよな。で、まあ、本当にそういう作りだったんですよ。でそのこれが多分避けれなかったんでしょうね。遠くの方でね、母が推しと同じステージの上を警備員さんと歩いてました。もちろんその推しはこっち使ってない時ね、推しはこっちのメインステージにいたんだけど、やっぱ不安じゃん、やっぱ子供だから、あどこ行ったんだろう、大丈夫かなって見てたら、確実に自分の母親がステージの上を歩いてました。あれすごい、オタクの目線を一部ながら集めているっていう、警備員さんと一緒にね。いやそれはねありましたね。なんかあれってすごいですよね。すごい作りですよ。それをわざと途中で入場して、わかるよ、僕もでもステージに立つ側でさ、やってるとさ、やっぱ途中から入ってきた人見つけるもんね。見つけるっていうか目立つもんね。あ遅れてきてどうした、大丈夫かなみたいな、お仕事帰りかなとか、なんか遅延してたんかなとか、なんか前の予定を押しちゃったんかな、楽しんでてくださいって思って心配にちょっとなるからさ、それがもし本当にわざととかだったらすごい。あれってわざとやっちゃダメだよね。もし計算でわざと途中から入ってんだとしたら、それはやめよう。いろんな善意を踏みにじることになりますね。なります。推しの前でぶりっこできる人羨ましい。私は推しの前だけ所属したこともないのに野球部になる。え、どういうこと、わかんない、どういうこと、野球部になる、僕も所属したことないか分かんない。お疲れ様です、お疲れ様です、はいはい、お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい。なんの、それおかしいよ、なんない、なんだ、推しの前で野球部にならんから、あなたが特殊です、可愛い子ぶる方が通常、あなたが特殊です。それはなんか2パターンいますよね、やっぱ推しの前で可愛い子ぶるパターンと、自分の気持ち悪いデュフデュフしてあああみたいな、僕そっちなんだけど、もうみたいなちゃうタイプ、デュフデュフしちゃうタイプかに分かれるかなと思うんだけど、あとはもう無になっちゃう、すごい特殊です、野球部になっちゃう。どういうことだ。でもなんか思うけど、その最初のうちはデュフデュフだと思うんだよね、基本な体質として一番多いパターンで、推しに会うことに慣れてないうちはデュフデュフで気持ち悪いとか出ちゃって後悔してっていうのを繰り返していくうちに、推しに会うことにはちょっと慣れてきたりす、まあ、人によって慣れる慣れないもあるけど、そうなってくると次可愛くぶるっていうフェーズに突入したりもしますよね。たまにでも本当にもう最初からデュフデュフじゃなくて可愛くぶったりあざとい感じでいける人っているじゃないですか。あ、バケモンだよね、すごい肝が据わってる、すごいなって、こいつは大物やっていう、推しの前でこんなにね、最初からこんなにどしっと自分のいいとこ出して見せつけることができるんや、あんたはもはや演者です、大女優っていう人もいます。ライブ始まるまでずっと手鏡で自分チェック、開演前ずっとこうやってチェック。まあいいじゃん、それは許してよ、それでもやっぱ可愛くいたいじゃん、かっこよくいたいじゃん、推しの前では、だそれはさ許してよ、まあ、誰も見てないよ、誰も見てないんだけどさ、あなたのことはっていうことでしょ。でもいいじゃんそれは。でもさ、これも僕やっちゃうんだけどさ、またまたやってんの、あのなんかさ、ちょっとライブ中推しが近くにさ、じゃあさ花道とかに来た時にさ、ちょっとなんか不意になんか前髪をこう直して、え今なんで直したって自分でなってキモってなって、うんってなる、来た時になんかよく見られようとしてる、じゃあってやっててあキモ、なんか今キモデュフデュフってなってさ、なんか推しが近くに来て、あ来た、みたいにやって、うん、なんで直したん、キモ見てないよ、見てないよ、誰も推しも見ないよみたいな、そんな直してしまった自分に気持ち悪いなって思ったりすることは結構あります。それってさ、でもさ、もう迷惑はかけてないからさ、それは許してよ、だそっさにやっちゃった時恥ずかしいってなってるから、あでも鏡を見てんの、まあでもいいじゃん、それは迷惑かけてないじゃん、ないじゃん、まあ、言うてこれでもあざとい系って全部迷惑はかけてないのか、まあでも嫌いなオタクやってると鼻につくんだよな。どっちなん、さっきからあざとい側に行ってみたり、あざといのを指摘する側に行ってみたり、お前はどっちなんや、自分がやってるといいんだけど人がやってると腹立つんだよね、みんなそうだよね、そりゃそっか、ちっちゃいカバン1個え、それ何が入るのっていう、そのちっちゃいカバンには何が入ってるんですかっていう、嘘だよっていう、えっていう、何がって
って逆にそれならもう持たなくてよくない何が入るんですかっていうカバンの人いるけどそれもあざといになるんだリュックもいないリュックも信じられないくらいちっちゃい人いないなんかさ前から見てあリュック背負ってるんだリュックだリュック背負ってるまあこうもなんないけど前から見てあリュックさんだリュックさんリュック背負ってるんだってくるって向いた時にちっちゃちっじゃあせめてこんくらい想像してたけどギューンこんな背中の真ん中のボタンみたいになってらちっちゃってなあれちっちゃいよねびっくりするよね前から言ってリュックだリュックだかわいいねリュックだ反対みたいちっちゃちっちゃブラックホールあれあざといになるんだあざといのかわかんないけど規格外のちっちゃさの人いるそういう女大体ジェラトーニカバンにつけてるえジェラトーニってあの子でしょこの子だよねつけてるかもねみんなとは言わないけどねジェラトーニつけてるかもね確かにジェラトーニがあざとオタクの証と言ってもまあそんなこと言っちゃうとジェラトーニつけづらくなるかもしれないけど結構ありますあるかもしれないですジェラトーニジェラトーニは何も悪くないんですジェラトーニは可愛いんですただただ可愛いんです可愛いがゆえになんですシンプルに肌の露出が多いねなんかそれこそ規格外の露出の仕方してる人いるよねなんかあれってなんかもはやこっちが不思議体験してるのかなって思っちゃうくらいその変なところがブワンって出てるみたいな全部出てないみたいなあ、でもギリ出てないようになってるんだっていうような出方してる人がいるけどね、目的は何なんだろうか意図を教えてっていうありますよね観察されてピョンピョン跳ねてる子はこれもあざとに入っちゃうんかやっちゃうわやっちゃうねやっちゃいなたーうんなんかくねくねしてるまあいるよねそのいるんだな今のはただのワカメだけど今のは海に沈んでるワカメだけどいるんだよな謎クネクネがあのクネクネってさわざとなのそれとも自然どっちなんだろうどっちにしろ可愛くは見えてるんだろうから悔しいやりたいどうやってやんのわかんない悔しいよ自然にできなくて手拍子の仕方が楽しそうであざと可愛いオタク好きあ好きあ肯定派あいいやんこう可愛くなんかで音出てるっていうねその音出てる手拍子はちょっと手をずらして斜めにするここの厚みを使ってこれが一番響くんですよノンノンノンって言いたくなる、いるねちょっと待って、でも僕もこれやるかもなんか番組とかステージ MC とかで拍手するときにこうやってやればいいものをなんかってやったりそういう曲に乗るときとかになんか後ろで一緒に盛り上がらなきゃいけないとき盛り上がらなきゃいけないときというか盛り上がりたいときにめっちゃやってるめっちゃやってるあのねねえ許して聞いてわざとじゃないのもう癖癖なのあざとい人たちわざといオタクのいやもう代弁して寄せて癖なの自分でも止められないのそんな自分が怖いのでもやめられないんですあれ客観的に見たらマジクソだるやん気をつけようチャンネル登録みんなでし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 よう